どうもお疲れ様です。舞姫大学特別講義速歌塾の久保でございます。まあ、よくね、ワンクリックで100万円とかね、月収50万を目指すとかね、アクセスが一気に10万再生とかね、まあ、そんなコピーが踊るわけなんですけども、あの、これっていうのは、あの、たった一部を切り抜いて、そして表現する方法なんですよね。まあ、いわゆるこれをマーケティングメッセージと言います。あの、どんなことも、 どんな商品も、まずはね、目立たないと気にしていただけないわけなんですよ。ですんで、どぎつい表現っていうのは、まあ、タイトルに踊るようになります。人生逆転とかね、えー、土貧民から、なんか大富豪とかね。うん、だから、その、マーティングメッセージが踊るっていうことは、取りも直さず、それを求めてるユーザーがいるってことなんですよね。だから、 さっきのね、ワンクリック100万っていう言葉まさにこのマウスをねクリックして100万なんて生まれるわけないんですよ生まれるとしたらワンクリック100万のそのたどり着くまでに膨大な何かがあったわけなんですよね、まあ、ですんでワンクリックで100万稼ぐ方法ですよって言ってその商品を手に取ってみてもワンクリック100万を成り立たせるためにはこんな作業がありますよっていうふうな膨大な作業が待ってるんですよね これはスポーツの世界で例えばね野球でパーンとホームラン打ちましたと、えー、9回裏に大逆転の満塁ホームランを打ったっていうねそこだけ切り取ると華々しいんですけどもじゃあそのホームラン1本パチンと打つまでにその人がどれだけ走り込んできたかどれだけ腕立て,してやね基礎体力作りをしてきたかどれだけバッティング練習をしてきたかどれだけ素振りをしてきたかでそれはあるわけですよね。 だからホームランを打つって言ってバッターボックスに素人がいきなりバッと振り回せばもう何本でもホームランを打てるわけではないわけですよそれこそ無数な空振り無数なボンダのその数少ないたった1本が肝心な時に来たっていうところを切り抜いて逆転ホームランみたいな感じが新聞に踊るわけですよいつもいつもそんなのやってるわけないですよねだこれとすごく似てるんですよねじゃあその輝かしい栄光のワンクリック 一本のホームランの裏にどれだけのものを積み上げてきたかっていうことが商品を買うと分かるっていうことなんじゃないかなと思います。で、それを知った時に、あ、これは自分にはちょっと無理だなと。ワンクリックで100万無理なんで、まあ、ツークリックで3000円くらいだったらどうかなみたいなね。そんな感じでどん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 自分なりにカスタマイズしていくっていうのが、ここは自分で考えることなのかなと思いますし、アドバイスをいただいたりとか、コンサルを受けたりする部分なのかなと思いますよね。 まあですんでね、あのー、マーケティングメッセージってのは、いいように言えば、希望なんですよね。もしかしたらできるかもしれないっていうふうに思って、挑戦してみようっていうモチベーションを沸かせるための希望。これがマーケティングメッセージ。ワンクリック100万っていうところに来てるのかなと思います。そして悪く言えば、あのー、まあズルなんですよね。う人の弱いところをついて、反応せざるを得ないようなキーワードを考えて、それを使ってくるっていうね。でもこれ、 集客のセンスとも言えるんですよ。だからどう捉えるかっていうのは本当、その人その人によるのかなと思います。うん、よくね、炎上商法ってのもありますよね。炎上させることによって、アクセスを集めて注目されて有名になって、そしてそこでセールスのチャンスを狙うみたいな感じですけども。でも、大炎上みたいな言葉がありますけどもね。大炎上っていう言葉を使って炎上してないものを炎上させるみたいな、そんな方法もあるわけですよ。 でこんなことが話題になってますよって言って話題になってないことを話題だと言い張って本当に話題にさせるとかねまあマッチポンプってやつですよ。うん、でさまざまなあやり方の中で自分のそのに自分は反応すするわけですよねだから月収100万ワンクリックっていうのにねいまだに反応する人もいれば例えば私とかは月収100万ねと、うん、確かに嘘じゃないと思うけども。 どのぐらい頑張んないといけないのかは月収100万を出し続けてる自分としては分かるなぁとたどり着く人は少ないよねっていう風になってきたりするわけですよね。でもっと言うとパソコン1台で世界中を飛び回るみたいなねそんな言葉が昔ありましたけどもいやパソコン1台で世界飛び回りたくねえなみたいなそもそもパソコン1台がね自分の部屋にあったらいくらでもビジネスや収益を上げれるのになんで せっかくパソコンでパソコン買ってねリモートワークをしようとしてるのに世界中飛び回ってねいろんなとこ行かないとビジネスが維持できないんだみたいなね <laughs> まあそんなことにもなりますからね、うん、からいろんな上げ足も取れるしでも素直にそうかもしれないと思って希望を抱くこともできるしまあ々ですよね、うん、最初から全てが分かりませんので怪我をしながらスキルっていうのは高めていけばいいんじゃないかなと注意なのは即死しないことですよね 多少の怪我をしながら片手片吉を失う覚悟をしながら掴みに行くそれがビジネスや稼ぎっていうことじゃないかなと思います無傷で成功っていうのはねなかなかないと思いますんでね多少の転落転倒怪我、再起こういったものは覚悟していかなくてはいけませんと思いますいってらっしゃい